はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。というところで、この大空に翼を広げて、ゆるルートパート2、続きからやっていきたいと思います。翌朝。朝、まだ熱が下がらないんだって？一度治りかけてたけど、ぶり返しちゃったんだって。だから、今日も部活お休みらしいよ。朝ごはんもパスみたい。朝ちゃんは朝食の席に出ていなかった。どうやら再び体調を崩してしまったらしい。テーブルには風の知らせを聞く前に配膳した朝ちゃんの食事が手つかずに残ったままになっていた。とりあえず食べ始める前にラップして冷蔵庫に入れておこう。で、何かあったの？かなこさんが近づいてきてボソッと身内した。何かっていうのは？だって葵くん朝から落ち着きがないし、お箸を何度も持ち直してご飯食べなかったりかと思ったら、朝ちゃんの食事片付け始めたり。変よ。あ、そうですね。またなんかあったのかなーって思ってさ。ほら、あっちもおかしいし。無言でご飯をつつくヨルちゃん。ヨルちゃんは難しい表情でずっと顔をしかめていた。怒らせるようなことしちゃった？いや、その…した。俺が朝ちゃんをきちんと振ることができなかったばかりに、振られるのが目的だったので、この結果は間違ってないし、問題ないのかもしれない。誤解させたままで終わらせるのがいいのかもしれない。でも、昨日は一晩中そんなことをずっと考え続けていた。ぐるぐると回る思考の迷路、そこに答えは出なくて。とりあえず、ヨルちゃんに昨晩朝ちゃんがどんな様子だったのか話を聞いてみよう。先輩。食事の後、俺が呼び出すより前にヨルちゃんがそうしてきた。ごめんなさい。しかも謝られる。なんで謝られるの？謝るのは俺の方じゃ。どうして先輩が謝るんですか？いや、だってヨルちゃんは俺が朝ちゃんをきちんと触れなかったことを怒っていたんじゃ。え？触れなかったんですか？いや、振ったんだけど、なんだか後味が悪い結果になってしまったというか。私がさっきイライラしていたのは先輩に対してじゃなくて姉さんに対してです。そうなの？意外なヨルちゃんの言葉にちょっと呆気に取られる。朝ちゃんを傷つけた俺に対して怒っているのだと思っていたから。きちんと振ってきてあげられなかった俺に腹を立てていたのだと思っていたから。姉さんが意味のわからないことを言って子供みたいに閉じこもってるから怒っていたんです。意味のわからないこと？はい。部屋に戻ったら姉さんはすごく落ち込んでいました。だから励まそうとしたんです。先輩に振られたから落ち込んでると思ったから、元気づけようと。でも姉さん、振られてショックなわけではないって言うんです。だったら何なのかって聞いたんですが、ただ私にごめんって謝ってくるだけで。謝る？やっぱり朝ちゃんは俺が朝ちゃんに遠慮してヨルちゃんと付き合わないでいるのだと誤解しているのか。でもそれは近いけど違う。でも説明しようがない、そんな困った状況。今朝もそんな感じです。多分熱はないですよ。引きこもっていたいみたいです。そうだったんだ。なるほど。やっぱり本当に熱があるわけじゃないのか。先輩は私のことも姉さんに言ったんですよね？うん、さっき振ったって伝えた。その上で朝ちゃんにも謝った。先輩が姉さんにどういうことを言ったのかわからないですが、多分姉さんは誤解しているんだと思います。自分を傷つけようとしまいとして私を振ったんじゃないかって。誤解？確かにその通りだ。でもそれは誤解という言葉で片付けるにはそうとも言い切れない部分があって。姉さんはちょっと卑屈すぎます。そんなことで勘違いして先輩の気持ちも考えず自分のことばかり考えて、ちょっとわがまますぎです。だから怒ってたんです、うん、俺はなんて失敗をしてしまったんだろう。二人の仲が悪くなるのが嫌だったから、だから振ろうとしたのに、結果的にそうなってしまっているじゃないか。
バカじゃないのか、俺は。もういいです。姉さんのことは放っておきます。え、姉さんがあそこまでわがままだとは思いませんでしたから。姉さんが頭を冷やしてくれるまでは絶好です。ダメだ、伝えないと。でないと俺のせいで二人の仲がおかしなことになってしまう。このままじゃダメだ。ごめん、俺が悪いんだ。え？俺が嘘をついたから。嘘？うん、とりあえず学校に行きながらお話ししましょうか。無言のまま二人肩を並べて歩く。ヨルちゃんは俺の言葉を待っているように思えた。言いにくい、口にするのが難しい。でも言わなきゃいけない。俺はね、ヨルちゃんのことが好きだ。え？でもね、同時にアサちゃんのことも好き。それは…意を決してそのことを伝える。そのことを伝えなければならないと悟った。だけどそんなこと許されないし、だからさ、決めたんだ。二人ともにごめんなさいをしようって。それで断ったんだ、二人ともの気持ちを。でも朝ちゃんにはそれを見破られちゃって。ポカーンと口をパクパクさせるヨルちゃん。そりゃ当然だろう。だって俺が言っていることはあまりにもわがままで、そして予想外で。つまり先輩は私のことも好きと。あ、姉さんのことも。そうなっちゃうね。素直にそう答える。ヨルちゃんは戸惑うように目を右へ左へと泳がせる。まるでどう答えればいいのかわからないといった風だ。さすが先輩ですね。いろいろとちょっとおかしいです。ごめん、俺も自覚はしてるんだ。自分があれなことを言ってるって自覚してないわけじゃない。でも仕方ないんだ。迷っているんじゃなくて、どっちも欲しいと思ってしまった。比較のしようがないくらい二人ともが好きなのだ。その本当ごめん、ヨルちゃんにもごまかそうとしてたから本当ごめん、でもやっぱり姉さんが悪いですよ、それだと。私は姉さん以外の人間には鈍感ですから、そんな先輩の嘘は分からなかったですけど、結局それって姉さんが先輩の気遣いを無視して勝手に勘違いしてるってことじゃないですか。それはそうだけど。だったらやっぱり姉さんが悪いです。ピシリといつものきつい口調でそう言い切るヨルちゃん。でもそのきっかけを作ったのは俺のごまかしなわけで。二人とも好きだから振りましたなんて、そんなこと言えないですよ。普通ドン引きしますし。え、ありえないですよね。付き合う前から心が二股なんてないです。普通ないです。ないよ、俺もないと思うよ。でもそうなったんだから仕方がないじゃないか。だから先輩のことを疑って勝手に疑心暗鬼に陥ってる姉さんが全面的に悪いです。先輩は気にする必要ありませんよ、そこは。ヨルちゃん、ヨルちゃんのその一言に俺は少しだけ救われたような気にもなるけど、でもそうは言っても俺のせいだよ。それに朝ちゃんをあのまま放っておくわけには。そういうところが火種を大きくしてるんです、きっと。え？先輩は優しいです。でもこういう時は優しくしちゃダメなんです。女の子は優しくされると突き上がる生き物なんです。だからその優しさに甘えて自分勝手になっちゃう。こういう時は突き放してやらなきゃダメなんです。振ろうとしたんだったら嫌われる覚悟も持ってください。先輩には人に嫌われる覚悟がありません。人に嫌われる覚悟、それは確かにそうかもしれない。そうだね、ごめん。私が何とかします。え、先輩一応聞いておきますよ。私と姉さんどっちも好きってことに間違いはないですね。ああじゃあ大丈夫です、私が何とかします。
何とかするって言ったって、ヨルちゃんはどうするつもりなんだろうか。ヨルちゃんに質問したけど教えてはくれなかった。はあ、やっぱりもういる。ちょっと葵くん、何ヨルと二人で勝手に学校行っちゃってるのよ。あ、アゲハに語り。あーじゃないわよ、私が飛び王層に行ったらもういないし、登校日はみんなで行こうって話してたのにね。だから今朝はアゲハも寮にわざわざ寄ってくれたのに。そういえばそうだった、ヨルちゃんと二人で話したかったからなんとなく流れで寮を出てしまったけど、今日はみんなで登校しようって話になってたんだった。ほんと、葵ってば白状よね。なんで待ってくれなかったのかしら。本当にごめん、ヨルちゃんとちょっと話したいことあったからつい先に。朝からコソコソしてて、それも怪しいわよね。何を話してるんだか。それはあの後、せっかく朝が元気になって出てきたのに。え、そうなのか、朝ちゃんが。うん、私たちと一緒に学校来たよ。カナが部屋に様子を見に行ったら、もうだいぶ調子が良くなったって出てきたの。それで一緒に学校に来たわけね。カナコさんが。葵くんとか話していると、カナコさんがやってくる。あ、カナコさん、アサちゃんのこと。そのことを伝えに来たんだけど、コトリンとアゲハちゃんに聞いたみたいね。はい、風邪ではなかったんですか。そうね、ちょっとずる休みっぽかったし連れてきちゃった。連れてきちゃったって。だってずる休みは良くないわよ。私が部屋に行った時ね、アサちゃん学校に行くか悩んでたの。もう制服にも着替えてね。アサちゃん学校に来ようとしてたんですか。迷ってたみたいね。だから誘ったのよ、迷うくらいなら来いって。そうだったんですか。ひょっとして俺と顔を合わせづらかったから朝は降りてこなかったのだろうか。学校だって行きたくないわけではないけど、一緒に登校するのが辛かったから。なんかすみません、俺が不甲斐ないばかりに。気にしない気にしない、同じ屋根の下で暮らしてる仲間じゃない。手助けくらいはするわよ。え、葵くん何かやらかしたの。うん、まあ気にするな。気にしないでって言われると気になるのが人間の差がってものよね。アゲハ、こうなったら徹底的に調べ尽くしてやりましょう。あの山に入るタケノコのように。どういうことなの葵。ああもうめんどくさいなお前ら。しかしということは、今頃アサちゃんとヨルちゃんは教室で鉢合わせしていることになるのだろうか。おっと、急いで教室戻らないと。じゃあまたね。かのこさんが慌てて教室から出ていく。気が重いけど部活に行く前に1年の教室に寄ろう。ヨルちゃんは私が、何とかするって言ってたけど、俺の蒔いた種だ。任せるなんてことはできない。登校日なので午前中で学校が終わる。解散の挨拶が終わってすぐ、俺は1年の教室を目指した。ノロノロとしていると、朝ちゃんが帰ってきてしまうかもしれないと思ったから、寮に帰ってからすっくりと話せばよかったのかもしれないけど、できれば早くその話をしたい。踏ん切りはついたのだ、ためらっている場合ではなかった。ん？朝ちゃんたちの教室の近くまで行くと、なんだか騒がしいことに気づく。教室の外に人が群がり、中を覗いているのだ。なあなあ、何かあったのか。喧嘩らしいぜ。喧嘩？なんか双子が喧嘩してるんだと。つかみ合いにまでなってるらしいぜ。まさか。だから部活に行かないって言うの。だって私が行くと迷惑だもん。先輩の重しになっちゃうし、ヨルちゃんにだって。だからそれは誤解って言ってるじゃない。思った通り、それはアサちゃんとヨルちゃんだった。しかも口論で収まらなかったらしく、取っ組み合いにまでなっている。先輩は姉さんに悪いから私を振ったんじゃない。そんなわけないよ、だって先輩嘘ついてる。私にはわかるの。嘘はついてるかもしれない、でもそういうのじゃないって言ってるじゃない。じゃあ何なの。アサちゃんがヨルちゃんの胸元を引っ張り自分の方に寄せた。そういうのが、ヨルちゃんのそういうことが気に食わないって言ってるんだよ。いつもそうやって分かってる風に。私は
同情されたいわけじゃないもん。ダメだ、朝ちゃんは本格的に勘違いしてしまっている。とりあえず二人を止めないと。二人とも先輩は邪魔しないでください。口を挟もうとしたが止められてしまう。周囲の生徒のほとんどが面白そうにそんな二人の喧嘩を眺めていた。何人かはそわそわしたり先生を呼びに行ったりしていたが、基本的にはみんな珍しいことがあると楽しんでいる。いいぞ、もっとやれ。こういうのってキャットファイトって言うんだっけ。お祭り好きだな、みんな。別に同情なんてしてないわよ。人の話も聞かず勝手に姉さんが暴走しているだけ。それにいつもそうやってって何。私は別に姉さんに対して余裕があるだなんて思ってない。思ってるよ。力ずくで止めるか。とりあえず二人を引き離そう。いくら手が出そうにないって言ったって、こんな完全に頭の血が、上っているような状況まずいだろ。とにかく一度二人を冷静にさせて。ヨルちゃんにはわからないんだよ、私の気持ちなんて。何もできないって辛いんだよ。肩身が狭いんだよ。周囲がすごすぎるとそれだけで息するのが辛くて。ヨルちゃんは優秀だから、余裕な態度で私を憐れむ。空を飛べるからそんなことができちゃうの。いい加減にしてよ、姉さん。上とか下とかそんな話は私はしてない。そうやって勝手にコンプレックス抱えて私のこと勝手に憎んで恨んで。知ってる、姉さんがそういう風に時々私に嫉妬してたことくらい。だってこれだけ一緒にいるんだもん。そんなの分かって当然じゃない。でも同情なんてしないわよ。言ってるじゃない。私は姉さんのことをすごいと思ってる、尊敬してる、本当に心の底から。だから私もいつだって姉さんの憧れであろうとしてる。ただそれだけ。それなのになんでそんなことを言うの。ヨルちゃん、まるで小さい子をなだめるように優しく、でもどこか厳しく朝ちゃんにそう言う。ヨルちゃん、だって私はすごくないし、それにヨルちゃんが振られるわけだって。だったら私が悪いに決まってて。姉さん、ほんとその突き抜けた自信のなさはどうにかした方がいいわよ。だって先輩は嘘をついてるんだもん。私にはわかるんだもん。そんなの私のせいに決まってるじゃない。もう。ヨルちゃんが呆れるように息をついた。あのね、いい？姉さん、先輩はそうじゃないの。先輩はね、私も姉さんも好きだから私たちを振ったの。え？朝ちゃんが俺を見る。俺はそれに黙ってうなずいた。そんな、どうして。どちらかだけ傷つけたり、それで禍根を残したり、そういうのが嫌だったそうよ。だから二人とも振った。別に私を選んでたけど姉さんに遠慮したとかそういうのじゃないわ。姉さんは素敵な女の子、私に劣らないくらいね。どんな逆境も乗り越えて頑張れる、そんな女の子よ。そんな姉さんだから先輩も好きだったのよ。だから私はダメだのどうの言ってたら、そんな姉さんを好きな先輩にも失礼よ。姉さんにはいつだって弱い自分に飲まれず頑張ってほしいって、そう思ってるから。ごめんなさい、ヨルちゃん。私、こちらこそいつもごめん、姉さん。二人の言葉がそこで止まる。二人は無言のままただ互いの様子をじっと見つめた。状況の進展にざわざわと周囲の生徒が沸き立つ。つまりあの人が原因ってこと？こういうのって二股って言うんだっけ。そしてそんなざわめきの言葉の多くは俺に向けられていた。そりゃそうだよな。さっきの二人の話を統括すると俺が原因としか思えないし、言いづらい。
逃げ出したい。でもあの二人を置いていくわけには。こらお前ら、何教室で喧嘩してるんだって。お前たちはソアリング部。ゲ、トビオカ。さっき先生を呼びに行った生徒がトビオカを連れて戻ってくる。またお前らはいらんトラブルを。とにかく喧嘩はやめだ。大丈夫です、もう仲直りしましたから。いや大丈夫って、こんな騒ぎにしたんだ。状況くらいは今から生徒指導室で説明をだな。ですよね姉さん。うん、というわけよ先輩。そしてヨルちゃんの声が俺に向けられる。こういう時は、じゃあそういうわけですんで先生、二人とも行こう。俺は二人の手を掴んで教室の外へと駆け出した。おい、こら、何がそういうわけでだ。あと廊下は走るな、こら。そしてそのまま飛び岡の声を無視してそのまま玄関に向かう。これ後で怒られるのかな。いいんじゃないですか、喧嘩は本当に終わっていたわけですし。勝手に騒いでいたのは他の生徒です。まあそうだよね。というわけで部活に行こうと思うけど、朝ちゃんも来るよね。はい。はい、ということで今回はね以上にしたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。